ラネットストームを停止させるにはどうしたらいいんでしょうか。プラネットストームは巨大な布陣で制御されているのです。ユリアはローレライの剣で大地を切り布陣を描いたと言われていますが。ってことはやっぱり布陣をどうにかするんだよね。そうですね。ご存知の通り、ローレライの剣にはセブンスフォニムの結集、宝珠には拡散の作用がある。ユリアがローレライの剣でセブンスフォニムを集めてゲートを開いたなら、宝珠で拡散することで閉じるべきでしょうね。宝珠を使うといってもどうすればいいのかわかるのか。こちらで当時の資料をもとに宝珠を解析してみましょう。お願いします。ならその間自由行動にしない？ティアがそんなこと言うなんて珍しいね。いいんじゃないか。じゃあ後でまたここに集合ね。ねえ、聞いてもよろしいかしら。あなたはどう思いましたの？バンがあなたのお兄様が恐ろしい計画を企てていると知ったとき。そうね、まるで人ごとのように聞こえたわ。人ごと？ええ、まるで物語を聞いているような感じ。兄さんが何を言っているのか意味がわからなかった。わかるような気がしますわ。一瞬頭が真っ白になって、それから必死で兄さんのやろうとしていることを調べて、何としても兄さんを止めると決めたわ。たとえ刺し違えたとしてもって。どうしてそこまでの決心ができましたの？この世で血のつながった肉親は兄さんだけだったから。同じ血の流れる私が止めなくてはと思ったのね。何度問いかけても兄さんは本当のことを話してくれなかったし、でも今思うと、初めて兄さんに刃を向けた時の私は追い詰められて我を失った獣だったのね。何も見えていなかった。ディア、あなたは私と同じ選択をしない方がいいし、する必要もないと思うわ。私、やはりこの世界を大切にしたいと思いますわ。星の記憶が絶対のものだとしても、やはり絶対的なスコアを残したユリアはレプリカのことを読めなかった。そのことにルークという希望にかけたいのです。ええ、ルークは人が変われることを教えてくれた。彼を見て私もただ兄さんを撃つことだけを考えていた自分と決別することができたの。兄さんの本当の気持ちを知ろうって。ですが私、ラルゴがなぜバンに組みしているのかもわかるような気がしたのです。だからといってあの男を許していいとは思いません。でもナタリア、すべてを理屈で考えることはないと思うの。あなたからそんな言葉を聞くとは思いませんでしたわ。私が理屈でしか考えられない人間だから言うのよ。多分流されることでしか得られない結論もあるのだと思うわ。ディア、ありがとう。
今はナタリアのことはティアに任せて、テオドーロさんのところに戻ろう。ティアもナタリアと同じ立場なんだよな。あいつ意地張ってばっかだからつい忘れちまうけど。ティアさん優しいですの。だからご主人様に辛いところを見せないんですの。分かってはいるんだけどさ。なら優しくしてあげるですの。うるせっつの豚猿、おめえに言われなくても分かってるよ。みゅーん。ご主人様、一つ聞いていいですの？なんだよ。僕はどうして豚猿ですの？なんだそんなことかよ。なんとなく豚と猿を足して2で割った感じ。みゅーん、よくわかんないですの。いいだろ、とにかくティアのことはそのちゃんと気にかけるから。やはりこの宝珠にも符術が刻んであります。これにセブンスフォニムを込めてください。そうすればセブンスフォニム拡散の力と同時に符術が機能してゲートの布陣を停止させるでしょう。それでゲートが閉じるんだな。そうです。ゲート閉鎖はアブソーブゲートから行うのがいい。あちらはプラネットストームが帰結する場所です。そこから閉じる方が理にかなっている。アブソーブゲート、兄さんと戦った場所ね。ティア、プラネットストームを止めればエルドラントに近づくことができるんだ。辛いかもしれないが頑張ろうぜ。ええ。ナタリアも大丈夫か？ありがとう、大丈夫ですわ。ああ、私はミャンマですな。分かったよ。みんな準備はいいか？はい。よし、アブソーブゲートへ。あ、今変なの混じってなかったか？まあまあ細かいことは気にせず行きましょう。とうとう神聖ローレライ教団と全面対決か。ナタリア、相当思い詰めてるな。彼女に与えられた時間は多くない。それを分かっているから余計に悩んでしまうのだと思うわ。逃げたっていいのに。本当の父親相手に戦う必要なんてないよ。そうだな、俺もそう思う。だが目の前の出来事全てから目をそらさなかったから今のナタリアがいるんじゃないか。逃げろって言っても聞くわけないか。ま、戦いに足手まといになるなら置いていきます。それが嫌なら自分で心に決着をつけるでしょう。大佐は厳しいね。当たり前のことを言ってるだけですがね。プラネットストームを停止したら符術とか符号とか威力ガタ落ちですよね。ま、停止してすぐに威力が落ちるわけではありませんし、数年は今とはあまり変わらないでしょう。その間にプラネットストーム以外の燃料を考えるとか。って言ってもすぐには見つからないと思うから、ポニマーとの仕事に困るだろうな。個人の資質が高ければそれなりに使えますよ。武術の扱いが下手な者は職にあぶれるでしょうね。セブンスフォニムも使いにくくなりますね。総量が減るからね。しかもプラネットストームがないと新しいセブンスフォニムは作られないから。セブンスフォニムは困るでしょうね。まあどちらにしてもプラネットストームを停止させてからの話です。そうだな。今はプラネットストームが止まった未来のことより目の前の危機をどうにかしないとな。
たここに来るなんてな。あれからまたたくさんの人が死んじゃったね。もう終わりにしたいな、こんなことは。終わりにするために来たのですわ。そうでしょう。そうね。だけどここに来たのは私たちだけではないみたいだわ。オラクルの船ですね。ええ、気をつけた方がいいでしょう。この先にはオラクルの誰かがいるのですわね。リグレットか、ダルゴか、シンクか。全員という可能性もありますね。ダルゴ、私は。ナタリア、大丈夫か？顔色が真っ青だ。無理をしない方がいい。すみません。こんなに動揺するなんて自分が情けないですわ。でも、大丈夫です。参りましょう。近くに沈められていた第七布石のかけら。これでようやく第七布石のスコアを知ることができる。待ちなさい。レプリカとはいえ見事であった。兄さん、ロレライは。レイ、バ、ネウ、クロア、トゥエ、レイ、レイ。それはユリアの負荷。私の体はフォニムが乖離しながらプラネットストームに吸い込まれて消えるのだと、そう思った時にユリアの負荷を思い出し口にしたのだ。それが契約の言葉だった。ユリアの契約に応えローレライが反応した。乖離しかかっていたバンを構成するフォニムがローレライによって引き寄せられ再構築された。そうだ、ローレライは分解した私の体をつなぎ止めた。だが存外扱いが難しい。暴れるローレライを眠らせてようやくプラネットストームから抜け出すことができた。カック、そろそろモンストロが騒ぎ出すか。待て、くたばり損ないが、俺がここで引導を渡してやる。
ようやく総長が戻られた。それでようやくローレライを、うちの記憶を消滅させることができる。お前に邪魔はさせぬ。エクソ、数体ばかりでかくて邪魔だったらね。アシュ、私と共に来い。お前の超振動があれば、定められた滅亡という未来の記憶を消すことができる。人は解き放たれる。まとまる。ではルーク、お前はどうだ。私はお前を過小評価していたようだ。お前にも見るべき点がある。私と来るのならば、ティアやガイ同様、お前も迎え入れてやろう。俺はお断りします。そうでなくてはな。アシュ先生を。ラルゴ、武器を収めませんか。この世界は腐っている。そんなことはありません。寝ても覚めてもスコアスコア。そのためにどれだけの命が見殺しにされてきたか。あなたたちがやろうとしていることも結局は同じですわ。そうだバン、俺たちの計画はネジが飛んでいるからな。だがそれほどの劇薬でもなければ、世界はユリアのスコア通り滅亡する。オリジナルが残っている限り、星の記憶の残滓も残るのだからな。今を生きる人たちを全て見殺しにするのはおかしい。レプリカどもを食らうように殺した男のセリフとも思えぬ。そうだ、俺はレプリカの命を食らってオリジナルの世界を存続させる道を選んだんだ。よく言った。それでこそ倒しがいがあるというものだ。行くぞ。情けをかけるなよ。たとえ何者であろう、敵としてまみえた以上情けは無用だ。あなたは倒すべき敵なのです。こちらも戦士として向き合うわ。私の本気でお相手しましょう。どこまでも愚直なあなたのために。これはいい。落ち知らぬ愚か者だが弱くはない。俺たちだって弱くはないぜ。同じオラクルとして印籠を渡すわ。私も負けません。よかろう、小僧ど、叩き潰してくれよ。さあ、ゴロー。それで、聖なる気が出しよ。はっ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 はキャッチ。ロッカーナル、キャッチ。気をつけて、かなりの衝撃を。そっちも無理すんな。出せない。キャッチ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 。ファーストエイド。キャッチ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 。キャッの刃よ、見事切り刻め。どやっ。
緒に行ってもらおう。同じようにスコアから離れようとしてるんじゃないのか。どうしてこんな風に殺し合わなきゃならないんだ。同じじゃないんだよ。いいか、坊主。これはお互いの信念をかけた戦いなのだ。信念をかけた戦い。我々はこの世界は生まれ変わるべきだと考えた。お前たちはもう一度やり直すべきだと考えた。結果は同じでも違うのだ。敵に情けをかけるな。そんな生半可な思いではあいつは倒せぬぞ。さらばだ、メリル。お父さん。酷なようですが、私たちはラルゴを倒すためにここに来たわけではありません。アブソーブゲートを閉じるために来たのです。分かってる。だけどナタリアは。ナタリアはここで待っていたらどうだ。無理することはない。いえ、一緒に参りますわ。そうか。立てるかい。ナタリア、無理しなくていいんだよ。いえ、行きます。ラルゴはなんで俺たちにあんなことを言ったんだろう。あんなことって？敵に情けをかけるな。そんなに生半可じゃあいつは倒せないって。あれはナタリアに向けた言葉なんじゃないか。私ですか。死の直前、父親としてナタリアに、メリルに生き延びてほしいと願ってさ。だけど、ラルゴはナタリアが父殺しの罪悪感を背負うのを良しとするようなやつじゃないよ。だったらあれは。俺はお前の敵なんだから、情けをかけるな。非情の心で、俺もバンも倒せってことじゃない。どっちの意見もありだと思うけど。真実はラルゴにしかわからないですし、私は私の信じた答えを心に秘めていきますわ。え、ナタリアはどう思ってるの？秘密ですわ。これどうやって閉じるんだ？これは巨大な布陣ですね。伝承通りです。ユリアはここを開くとき、ローレライの剣を使ったとか。それなら、ここでは宝珠を使えばいいのよね。わかった。やってみる。
バン先生はここでローレライを取り込んだのか。お前にローレライの力を分け与える。今少し生き延び、私に力を貸せ。あんたまで近くに落ちてくるとはね、総長。これは、どうして俺はこんなものが見えるんだ。俺、消えかかったのか、プラネットストーンに同化しちまったのか。じゃあ、これは星の記憶。これは現実か？どけ！バーンはまだ本調子じゃない。それにお前は鍵を持っている。宝珠なしとは言える。それは脅威だ。渡してもらうよ。アシュレプリカ。なんだ。俺が宝珠を持ってそっちに行く。して夫人が効力をなくしたようです。成功したってことさ。やったな。よかった。これがあればラジエトゲートも閉じられるな。兄さんたちはどうしたかしら。あ、そうだ、アッシュが危ない。追いかけよう。先生は？相当だ。モースがイオンのレプリカに第七布石のスコアを読ませているのに立ち会っている。行きましょう。やはり兄さんは生きていたのね。ローレライを取り込んで。バン先生は強敵だ。ローレライの力がなくても震えが走るほど強かった。また私たち戦わなければいけないのね。先生が俺たちの話を聞いてくれるんなら戦わなくて済むかもしれないけど。無理よ。兄さんの理想は私たちの理想とはかけ離れすぎているもの。俺たち勝てるのかな。勝たなければいけないわ。そうでしょ。ティアは本当にそれでいいのか。